はい、株式会社8円ラジオ、今回も動画戦略コンサルタント坂田誠がお送りします。今回はね、皆さん、ウェブサーミットとかお仕事とか、まあ他事しながらね、お耳を拝借できればと思っております。よろしくお願いします。今回はですね、重要ですよ。動画をですね、続けると女性は綺麗になれるというね、もう女性に朗報のお話をしたいと思います。それでですね、動画やってる、まあ、実践者の方、うちの、まあ、クライアントさんでも結構かなりいます。で、まあ、そのクライアントさん見てもそうですけど、動画の本数ですね、上げれば上げていくほどですね、女性は綺麗になってます。これは間違いないですね。でですね、こんなね、夢のような話なんですけど、これね、夢でも何でもなくですね、ちゃんとした理由があります。まずですね、まあ、動画っていうのは、まあ当然自分の動画を見る。しかもそれをですね、自分だけじゃなくて他人の客観的な視線にもさらすっていうことになりますので、ね、で、それ続けるじゃないですか。そうするとですね、ここの部分こうしなきゃっていうのがどうしても見えるわけですよね。で、それを続けるということは、それに意識を持ってそれを変えようとするっていう部分が働きますので、例えばメイクの仕方であったり、服であったりですね。あとはまあヘアスタイル。あとまあ割とね、背景とか光の当て方とかっていうようなですね。まあいろんな要素ありますけど、とにかくですね、今より綺麗にしなくちゃ、ね、っていう心理状態がすごい働く。っていうのが大きいわけですね。まあ女性ってもともと化粧とかするっていうのはね、その外から見られるっていうことを意識して化粧するっていう部分多いと思うんですけど、よりですね、その部分がですね、まあ動画でね、一般公開されるっていう形になるとですね、より意識せざるを得ないってね、この意識するっていうのは非常に重要ですね。やっぱり人間っていうのはですね、痩せなきゃって思わないとダイエットって成功しませんよね。何かをですね、意識して、で、それでね、やり続けるっていうことは非常にね、結果出すために大事でして、そういう意味ではですね、動画を続けることでね、綺麗にしなきゃっていうのが働くっていうのは、まあ非常にプラスです。あとですね、その、女性の綺麗さっていうのはですね、外面的な綺麗さだけではなくですね、内面的な綺麗さっていうのがありますよね。その立ち居振る舞いだったり雰囲気だったりね、まあ喋り方で出せる声のトーンだったりっていうのは、内から出せる、まあそういう魅力っていうのがあると思うんですけども、動画やるとですね、ここも気をつけるようになりますので、かなりですね、内面も磨かれます。ですので、外面のね、綺麗さも意識して、あと内面のね、雰囲気とか立ち居振る舞いとか、まあ喋り方であるとかですね、そういったものを、すごいね、確実に動画やることに、少しずつ少しずつ良くなっていきますので、そうするとね、動画を継続的に続けると自然と女性はまあ綺麗になると、そういうことですよね。で、まあ女性って言ってますけど、男性はどうなるか、そうですね、男性はね、両極端ですね。もう何も変わんない人ね、もういますし、あとね、やっぱりね、ちゃんとね、ステップアップして、そういうね、立ち振る舞いとかそういったのも含めて、しっかりとね、まあイケメンというのかね、しっかりとしてくる方っていう男性は不思議で、そのね、まあ変わん全然ね、変わんない人と、すごい変わる人っていう、まあ2パターンですよね。まあ女性と比べるとやっぱりね、その差は大きいっていうのが男性側の特徴という感じですね。ということでですね、ぜひですね、まあ特にビジネスで、まあ、動画活用されたいと思っている女性の方はですね、まあ当然自分のビジネスが伸びるっていうのもありますけど、やり続けることでですね、自分自身もね、総合的に内面、外面含めて魅力アップすると。これは非常にプラスになりますのでですね、ぜひ動画取り組んでみてください。ということで、こんな感じでね、
お気楽にお話しております8円ラジオ、ぜひね、まあ、基本的に動画ネタが多いですけど、いろんなテーマでお話しておりますので、バックナンバーのね、ラジオの方もね、お聞きくださいませ。また、ブログの方8円ひらがなで検索してご覧くださいませ。以上、株式会社8円動画戦略コンサルタント坂田誠がお送りしました。また皆さんお会いしましょう。それでは。